台東区浅草三丁目、戦争一文本店にて、撮影機、マグロ鍋、キマグロ汁は、鍋料理の一種で、地のごとくネギとマグロを、醤油、日本酒、みりん、だしなどで煮た、日本の料理である。キマグロ、ネギマと略されることがある。俳句では、冬の季題となっている。江戸時代末期の天候以降マグロが食されるようになり、当時は、 赤身は主に醤油に漬けて保存された。この保存法を漬けというが、醤油を弾き返す、脂身の部分は腐るだけの余り物で、肥料にされるか廃棄された。しかし庶民はこれをうまく工夫して調理、ネギと共に煮たものが、気まぐろ鍋、吸い物仕立てにしたものが、気まぐろ汁である。醤油、酒、みりん、出汁、または水を合わせて、すき焼きのような割り下を作り、 ぶつ切りにした木を煮る。この上に適当に切ったマグロを乗せ、好みの煮え加減で食べる。マグロには木の香りが移り、木にはマグロの脂とうまみが移って、双方が美味となる。粉残酵、七味唐辛子などを振りかけたり、柚子胡椒を入れても良い。赤身のように脂肪分が少ない部位は煮込むとパサパサになって、口当たりが悪く、発症当時には、 価値が低いとみなされていた、脂肪分の多い部位を利用すると美味しくなる料理である。戦前まではあまり上等とは言いえいが大下手の食べ物で、庶民的な料理であったが、江戸の町で好まれた鍋料理である。木まぐろ鍋の、ねぎまの、まの意味については、諸説ある。木まぐろ鍋を語源としたり題材とするものなどがある。ありがとうございます。